文教大学の池内祐と申します。もともと大学図書館院で、で、現在は文教大学というところで、司書課程の教員をしつつ、オープンサイエンスの研究をしております。えっと、赤池さんから、あの、まあ、機関リポジトリとかに対する期待が述べられましたけれども、それでは具体的にどうすればいいのか、 データキュレーションのライフサイクルについて説明をした後で、これからじゃあ大学図書館はどの部分を担っていくか分担すればいいか、そして研究者とか情報の専門家とかとどのようにこう協力していくかといった素案をお示ししたいと思っています。で、まあこれに対して、いやいやちょっと待った図書館はそうじゃなくてこういうことをやりたいんだといった あの、議論の叩き台になればというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 えっと、まずはなぜデータ公開サービスを行うのかという話からさせていただきます。オープンサイエンス実現できたらこんないいことがあるよっていうのがいろいろと言われています。研究自体も非常に早く進むし、不正に対しても効果があり、市民に対しても市民科学が進んだりとか、まあ地球規模の課題、今ですと COVID-19 なんかに関してはデータの共有っていうことで随分迅速にあの研究 が進んでるっていうことは日々実感しているところです。そこに大学図書館図書館が関われるっていうのは本当に大きなチャンスだというふうに個人的には感じております。えっ、ー、とこちらはえっ、ー、と研究者から見た研究プロセスと研究データ管理サービスについて示したものです。 研究者の人は、まず研究計画を立てて、ま、資金を獲得して、研究を行い、そして研究が終わったら成果を発表するというふうに、ま、研究が進んできますけれども、ここに研究データ管理というのが、ま、昨今、女性機関からの、あの、要求であったり、学術雑誌ですね、ジャーナルとか、あるいは研究不正対策ということで、管理が求められるようになってきました。 具体的には、えっ、ー、と、 研究計画ですね。研究資金を取るときに、えー、データマネジメントプランを作成したりとか、そして実施中はデータを適切に管理し、研究が終わったら、その中から重要なデータを選んで10年保存をし、そして、あの、必要に応じて、まあ、赤池さんが詳しくおっしゃってくださいましたが、公開するべきもの、あるいは限定的に共有するものを選んで、そして、まあ、共有なり公開をするということがあります。 ここの部分に対して、まあ、国外の大学図書館などではサービスを行ってきました。えっ、ー、と、まあ、人的支援と、まあ、えっ、ー、と、インフラの部分があるかと思いますが、まずインフラとしては、 データマネジメントプランを書くのに、まあ、簡単に書けるようなツールを提供したり、えっ、ー、と、研究中のデータ、あるいは保存するデータのためのストレージを提供したり、そして公開用のリポジトリを提供したり、ということがあります。で、一方で人的支援としては、研修とかガイダンスを行ったり、そしてデータを、あの、公開とか保存するために、キュレーションをする、 ここのプロセスのところを本日は詳しくお話しさせていただきます。で、あとはもう公開したデータの再利用状況のトラッキングなんかもやっています。で、データキュレーションの定義ですね。えっ、ー、と、データキュレーションとは何か、大事なのは何でもかんでも公開するのではなくって、有用なデータを選ぶこと、それからライフサイクルを通じて管理をすること、 そしてデータの発見や検索をできるようにすること。データの品質を維持して付加価値を高めること。ここの部分がやっぱり今まで図書館が扱ってきた資料と大きく違うところかと思います。そして長期にわたる再利用を可能にするために、まあもちろん長期保存もするし、えー、とデータの形式を時代に合わせて変えていったりということがデータキュレーションの仕事になります。 で、これをじゃあ具体的な、さらに具体的な話として、えっ、ー、と、本日はキュレーティングリサーチデータという2017年に出された2冊の本から、えー、説明させていただきます。えっ、ー、と、キュレーティングリサーチデータでは、 デジタルキュレーションセンターというところが作成したこのライフサイクルモデルですね。このぐるぐるとしたライフサイクルモデルに応じて、研究者等図書館員が行うプロセスをこちらの8つプラス0があるので、9つですね。9つのステップに分けて説明をしています。 まず、サービスの立ち上げですね。えっ、ー、と、どんなサービスをするかっていうのを、まあ、全学的であったりとか、部局によって決めて、サービスをはじめに構築します。そして、データの作成者がデータを機関とか分野のリポジトリに帰宅できるように、まあ、準備して、それを受け取ります。で、受け取ったデータをレビューして、まあ、 ここら辺は、あの、図書館資料と一緒ですけれども、就所方針に合ってるかどうかといったようなところを判断して、まあ、デジタルデータ、固有の基地のリスクを軽減するとありますが、まあ、ウイルスに侵されてないかとか、いろいろなところをチェックしつつ受け入れをします。で、データの加工と処理ということで、まあ、最適な方法で整理をして準備をすると。 で、その後、取り込みと格納ということで、適切なリポジトリ。そうですね、データによっては機関リポジトリではなくって、外部のリポジトリの方がふさわしいサイズであったりとか、分野であったりとかで、もっといいところがあればそちらに、えー、登録するっていうようなことをします。 で、5番目がメタデータ記述ということで、えっ、ー、と、著者はデータを出してくるときに、まあ、あの、自由記述になるかどうなるかわかりませんけれども、メタデータを何らかのメタデータですね、データマネジメントプランであったりとか、メタデータを出してきますけれども、それを適切な形に書き換えて登録して、データが発見できるようにするというプロセスです。 で、続いてはアクセスということで、まあ、ライセンスのことですとか、データが使えるようにアクセスが利用者ができるようにします。そしてデータの保存ですね。有用である限り、ここもまあ、さらっと書いてありますけれども、難しいのも、ここも難しいと思ってます。えっ、ー、と、このデータがまだ利用されるのであれば、その そこまで、えー、様々な形で保存しで、基本的にはポリシーをまずは作っておいて、えー、これだけ保存するっていう期間を決めて、その期間きちんと保存する。 そして、えっ、ー、と、再利用状況ですね。データの影響、そのデータがどれくらい使われて、例えばどんな成果が生まれたかといったようなところを評価して、で、まあ、よく使われているデータは当然残すし、今後の利用状況なんかを判断して、保存するか削除するかを決めるっていうのが、えー、全体の流れとなります。で、冒頭にも申し上げました通り、これをすべて図書館がやりましょうという話ではなくて、 で、えっ、ー、と、分野の専門家とか、情報の専門家と協力しながらやっていく必要があるかと思います。で、これらのプロセスをどれぐらいじゃあ今実践しているか。2020年にアクシズと j p コアが研究データ管理事例形成プロジェクトとして全国の研究機関にアンケート調査を行っています。 で、私は分析を引き受けしたんですけれども、えっ、ー、と、データキュレーション支援ですね、今をご説明した部分に関しては、1.4%の期間が、えー、やられていました。で、そのうち、あの、図書館で実践していた分っていうのは0.9%でした。つまり、ほとんどの図書館にとって、まだまだこれから考えるサービスかなというふうに思います。 じゃあ、研究者のニーズはどこにあるのかということなんですけれども、客員研究官をしているナイステップで、えっと、2年ごとに調査を行ってるんですが、2020年に行った調査、これが、オレンジの部分が、研究者が依頼を希望しているプロセスです。えっと、上からデータ、 適切なデータ形式への変換とか、適切なリポジトリへの選択、適切なライセンスの選択、データを再利用しやすいように整えるあたりが、まあ、7割以上の方がチェックされた項目です。 一方でですね、私も元図書館員なものですから、この話、えっ、ー、と、割と取り組みやすい、専門性が低いところからやったらいいんじゃないかなと思って、2018年の調査の時には、専門性がこれらのプロセス必要かどうかっていうことを、 お尋ねしています。で、えっ、ー、と、割と優しいところ、選択率が低いところもあるんですけれども、まあ、トップの依頼規模の適切なデータ形式への変換とか、まあ、データを再利用しやすいように整えるっていうのは、やはり、あの、ある程度専門性が必要なプロセスだということは、まあ、わかっております。 で、メタデータの共通項目っていうのが先ほど、えっ、ー、と、赤石家さんからも、えっ、ー、と、南山さんからも確か示されたかと思うんですけれども、えっ、ー、と、個人的に、 あのデータキュレーションのサービスいろいろある中で、えっ、ー、と、やっぱり図書館の人がやったらいいんじゃないかなと思っているのは、えっ、ー、と、そこの部分です。データの、あの、メタデータのフォーマットに従って研究者の方が書かれたものをきちんと記述するという部分が、まあ図書館としては一番向いているのではないかということで二重丸をつけております。また、アクセスということで、えっ、ー、と、ライセンスのこととか、 いろいろと条件を設定したりするんですけれども、そこもあの図書館員の既存の知識が大きく活かせるところかなというふうに考えております。で赤池さんもおっしゃっていたように、ここの部分、そんなに難しくはないように私たちには感じるんですけれども、やっぱりマニュアル通りに正しく書くっていうのは、それなりに時間と神経を使う部分で、そこの部分の研究者の時間を節約して、 できることができれば、間接的な研究支援にもつながるというふうに考えております。ということで、分担案、こんなふうに考えましたので、後のご議論に、あの、使っていただければと思います。以上です。